モグラによる新谷弁護士殺害。警察は矢上に疑いをかけ、重要参考人であるという。現在と過去の事件が交錯する先端創薬センター。かつてその敷地を開発用地として大規模な再開発計画があった。計画を立てたのは関西のゼネコン梶平グループ会長梶平茂。あのおじいちゃんが全梶平グループ社員1万人のトップ、梶平茂会長だよ。マジか。そこの服部さんは知っとるな。あんたのことは八神さん、この人からいろいろ聞いた。俺のこと？例えばあんたの弱みが何かとか。服部さんはよう知っとったで。よう。その弱みってのは真冬ちゃんのことか。八神さんの妹分いうとこか。あんたを吸い取るやろ。塩屋が真冬を狙ったのはあんたの指示だったな。わしもあんたらの腕を見とこう思うてな。何？けどもう協力会がそっちに手出すことはない。このわしが保証したろ。その代わりどうせ何か条件があるんだろう。一つ仕事頼まれてくれや。神室町の探偵として。空木だ。今から1年前、わしは厚労省のある土地でどでかい再開発を計画しとった。ああ、服部さんの書いた記事は見たよ。さすがやな。計画用地は医療システム産業開発機構の土地全部、神室町が3つ4つ楽に入る広さや。厚労省の風見大臣ともなしつけて、周りの土地も行さん安値で買いあさってな。あとは早いとこ創薬センター他に潰れてもらうだけやった。けどそれを大人しゅう待つほどわしは先が長ない。そこでつこたんが橋木いう男や。今送った写真の男がその橋木です。橋木は創薬センターの副所長でな。わしはそれを抱き込んでセンター閉鎖に向けてサボタージュをさせとった。サボタージュ？ああ、できる研究員は追い出したり、めぼしい研究はよそに情報漏らしたり、ようやっとったで、あいつは。そりゃまたあっぱれなゲス野郎で。じゃあ橋木はあんたのスパイだったわけだな。ああ、ところがや、ほとんど瀕死やった創薬センターがあれのおかげで一気に息を吹き返しよった。あれ？アドテックナインや。あの日を境に大臣もセンター存続に手のひら返し、木戸の側について再開発は白紙や。わしと橋木から容赦の橋を外しよった。その橋木は今どこに？死によった。え？半年前神室町で殴り殺されたんや。センターの副所長が殺された？今も犯人は見つかっとらん。警察は酔っ払い同士の喧嘩や言うて済ましとる。八神さん、あんたにはその事件を調べてほしいんや。わしは橋木は計画的にやられたんやと思うと。計画的に殺されたって、そう考える根拠は？あいつはアドデックナインをまがいもんやと疑うとった。まがいもん？なんでだ？センター閉鎖の話が出た途端、急に画期的な新薬の論文発表や。タイミングは良すぎるやろな。
橋木はアドデックナインに何やからくりがあるはずや言うてたで。そやからその裏を嗅ぎ回ってたんや。カムロ町で殺されるまでな。じゃあ例えば木戸あたりが橋木を殺したって言いたいわけ？ほんまにそうやったら今からでもセンターは閉鎖やな。再開発は仕切り直し。あの土地に突っ込んだわしの金が何倍にもなって帰ってくる。せやけどな、このままやったら千億がドブなんや。千億？わしらがカムロ町から引けん理由がそれよ。そら執念深くもなるか。あの創薬センターには何や裏がある。新谷優弁護士もそこに近づいた途端やったやろ。ねえ、えぐられたのは何かがあるんや。あのセンターにはもしそうならあんたかて調べずにはおられんはずやな、八神さん。そやからわしはあんたを選んだやで。この仕事他に頼めるやつはおらん。服部さん、あんたのおかげで真冬がさらわれるとこだった。なんか言うことはないのか？私もここへは梶平会長に無理やりさらわれてきたようなもんです。好きで八神さんのことを喋ったわけじゃありませんよ。それでも一言謝ったって良さそうなもんだ。ふざけたやつだよ。それよりもうそろそろ行かない？ほら、厄介なのが目を覚ましそう。そうだな、すぐ出よう。ああ、創薬センターの副所長で橋木。そう、半年前にカムロ町で殺されたらしい。急で悪いけど星野君の方で事件の情報を集めといてくれるか。明日まで。ありがとう。ほんじゃま、この続きは明日源田事務所でだな。ああお疲れ。八神さん。ん？僕やっぱり八神さんと組んで正解だったよ。一気に梶平の会長まで出てきたからね。梶平の不正の調べもはかどりそう。俺の方もおかげで真冬が助かった。ありがとうな。じゃ、また用ができたら呼んで。岩上さん。源田先生、今日も来ないのか？いえ、昼過ぎには来るそうです。声はまだ元気ない感じでしたけど。そっか。それより昨夜頼まれた件です。橋木って人の事件調べときました。俺にも聞かせてくれよ。先端創薬開発センターの元副所長橋木徹さん、半年前に殺害された当時51歳、深夜カムロ町の路地裏で倒れているところを発見されました。誰かに殴られたようで、すでに意識はなく、その3週間後に病院で亡くなっています。3週間も？ええ、その間ずっと昏睡状態だったみたいで。誰か事件の目撃者は？犯行そのものを見た人はいなかったようです。ただ事件の直前、橋木が酔って声を荒げてた姿は大勢に目撃されてます。相手は黒いレインコートの男。黒いレインコート？ええ、でもその続報はなしです。多分警察でもそいつを見つけられなかったんじゃないですかね。とまあ、ネットに落ちてた情報はこんなところでした。事件の大枠だけですね。いや、とりあえずは十分だ。梶平会長は橋木が計画的に殺されたと。ん？ああ、そう言ってた。でも本当に単なる喧嘩だったのか？ええ、実は僕もそう思いました。もし犯人の目的が橋木を殺すことなら、
なぜその場でとどめを刺さなかったのかなって。つまりただの行きずりの喧嘩だったから葦木は即死じゃなかった。いや俺は逆だと思うがな。え、犯人はプロでしかも凄腕だ。なんでそう思うんだ。ええ、どうしてです。なんでって、結果だけ見りゃこの犯人は人一人静かに殺してのけたわけだろ。もし殴ったその日に葦木が死んでたら警察も殺しとして動く。だがよ、気失ってただけじゃよくある酔っ払いの喧嘩でしかねえ。そんなもんカムロ町じゃ腐るほどあんだろ。確かに事件から亡くなるまで間が空いたせいですかね。葦木が死んだことは全然ニュースになってません。一応日本の科学界では名のある人だったのに。じゃあこの犯人は葦木が致命傷か見極めてすぐには死なないように加減した、そんなことできるんですか。だから犯人は凄腕なんだって。こいつは相当暴力を分かってるやつだぜ。だろ。まあ一理あるのは認めるよ。けどそう決めつけるにはまだ材料が足りない。まあな。材料というと、葦木殺しの捜査資料とか詳しい死因なんかも知りたい。となるとここはまた綾部刑事の出番じゃないか。ああ、俺もそう思って実は昨夜電話してみたんだがよ。なんだ。今は例の黒岩に締め付けられて動けねえだと。しょうがねえな。だから代理の人間が話を聞いてくれるそうだ。例のカジノラマンでな。お前も行くだろ。ああもちろん。なんか俺ら出待ちされてたみてえだな。ああ、ありゃあ松金組のもんだぞ。なんでだろうね。随分殺気が抜けられてるように。お？お前もそういうのが分かるようになったか。もしかして俺ら強霊界とつるんでるように見られてるんじゃ。何にしても言い訳は聞いちゃくれねえようだ。前にどこかで。冗談はやめてくれる？冗談って。いいから。それより場所はここでいいの？それとももっと人目につかないとこ行く？いや、まずは落ち着きなよ。無理、とにかく早くしてほしいの。おっと、参ったな。は？ノリが良くて情熱的なタイプね。そんなに嫌いじゃないよ。でも一応俺もこう見えて慎重っていうか、初対面の女性とは。八神くん、本当に私がわからないの？ん？誰？なんでお前、真冬？ノリが良くて情熱的な女じゃございませんの。申し訳ないですね。いや、っていうか、なんでここに？綾部刑事の代理。お前が？え？綾部とはどういう？今朝、彼から急に連絡があったの。自分の代わりに八神くんに協力してほしいって。捜査資料、創薬センターの葦木が殺された事件のね。必要なんでしょ？検察から持ち出してきたのか。やばいだろ。だからちゃんと変装したし、ここでなら大丈夫なんでしょ？ドキドキしてるけど。無理すんなって。いいの、昨日助けてもらったお礼だから。それともう一つ、泉田健二の件だけど。ん？やっぱり新谷先生のことで八神くんを逮捕する気みたい。そっちも早く何とかした方がいいよ。分かってる、ありがとな。じゃあね。
誰だ今の姉ちゃん。綾部の代理だよ。あ？なんだよこれ。これ橋木の経歴か。さすがの高学歴って感じだな。創薬センターの副社長になったのが4年前。ってことはお前が大久保の弁護をしてた時にはもう橋木もセンターにいたんだな。木戸と各研究に予算を割り振ってもいたらしい。となると橋木もセンターじゃ結構な権力者だったはずだ。こっちは現場の資料地図だぜ。ここが橋木の倒れていた場所だ。その1時間くらい前には近くのキャバで飲んでたらしい。でこれがそのキャバだ。店の名前はクイーンルージュ。あっこは結構高いのに羽振りがいいね。橋木は一人でクイーンルージュに来てたのか。いや、もう一人同僚といたみてえだな。ん？例の小野ってやつとだ。じゃあ橋木は創薬センターからわざわざ神室町まで来て小野と飲んでたのか。そこで何を話してた？さあな。店を出た後、小野の方は橋木と別れて一人でタクシーに乗った。で創薬センターに戻って木戸と話してる。タクシー会社の記録で裏も取れてるみたいだ。つまり小野にはアリバイがあるってことか。あと木戸もそうだな。ああ、橋木の方はタクシー乗り場でレインコートの男と言い合いになって、その後路地裏で倒れているのが見つかった。死んだのはその3週間後だ。ひどいな。死因は殴打による脳挫傷と。殴られたのは14、5発。手袋越しに殴られたとみられ、指紋は検出できず。これでやっと事件の大枠が分かったってとこか。で次はどう動く？現場の場所が分かったんだ。橋木が倒れていた場所を見に行く。クイーンルージュって店もその近くだ。海藤さん、悪いけど橋木の役頼める？ああ、この辺だってな。こうか。さすが、死体役のオファー来るよ。ふざけんな。半年前、平日の夜11時過ぎ、店で一緒に飲んでいたショーのタクシーに乗せて別れた直後、橋木はレインコートの男と口論し、その後ここで倒れている姿が発見された。ショーのがタクシーに乗ったのは昭和通りだ。そこから喧嘩するためにわざわざ場所変えたわけか。ここの人気がない感じ。犯人は初めから橋木を殺す場所としてここを選んだ。そこまで言い切れるか？まあ刑事の勘ってやつ。誰が刑事だよ。ここはもういいだろう。多忙、事件から半年だ。何か証拠が残ってるわけでもね。ああそうだな。クイーンルージュ。真面目な研究者たちもこういうとこ来るんだね。小野はともかく、橋木は真面目じゃないだろう。梶平のスパイだったんだから。まだ開店前か。誰かいりゃいいけどな。すいません、誰かいます？どちら様で？まだ開店前です。それにうちは完全会員制でして。ああ、先端創薬センターの橋木さんいるでしょう。あの人からの紹介なんだけど。橋木さん？さあね。それに紹介ならご本人から直接していただかないと。
橋木さんが死んだのは知ってますよね。半年前この店を出た後殴り殺された橋木さんです。あんたら誰だ。警察じゃないでしょう。カムロ町の探偵だよ。矢上探偵事務所。事件があった夜のことを聞かせろ。何なんだてめえ。そんな前のこと覚えてねえよ。いや別にあなたの話じゃなくてもいいんです。この店テーブルに女の子がつきますよね。できたら橋木さんのとこについてたことを話したいんだけど。さっさと帰れって。うちがあんたらに協力する義理なんてねえよ。ちゃんと誰かの紹介受けてメンバーになったら話くらい聞いてやってもいい。ただ一応言っとくと、うちのお代は少々お高いんでね。そんなちんたらやってらんないんだよ。なら帰んな。よう、この店今女の子募集中なんだな。ああ、じゃあこの子なんてどうだ。即採用だろ。へえ、まあそうだね。悪くはないね。悪くはない、この女の子で。ずいぶんハードル高いな。あのさ、うちは女の子の質が売りなの。そういう子はがっぽり稼げる。ただし質のいい子ってのは可愛いだけじゃないよ。それ以外の個性や魅力が大事なわけ。どういうつもりだ海藤さん。あんた真冬に怒られるぞ。橋木と翔野が何話してたか探るためだって。キャバ嬢として潜入できりゃバッチリじゃねえか。バカ言ってんじゃないよ。そんなの頼めるわけないだろ。うん、じゃあこっちの子は。沙織さん無理だって。真冬でまあ悪くはないねだぞ。他にいねえだろ。誰これ、紹介してもらえんの。は？この写真じゃ地味に見えるけど、いいね、磨けば光る。俺にはわかるよ。星野くんが前に言ってたんだよ。沙織さん、あれ実は相当いい女ですよって。マジかよ。あんたここの店長か。ああ、その女の子ぜひ連れてきてよ。実物見てみたいから。でよかったら文句なしで即採用するよ。任せとけ。じゃあまたな。行くぞダボ。たくも期待してるよあんたたち。というわけで沙織さんをキャバ嬢として送り込む。これ以上手っ取り早い道はねえぞ。簡単に言うけどさ、だいたい沙織さんがオッケーするか。彼女だったら食いもんで釣れる。美味しい和菓子の差し入れとかでよ。なんかとびきりのやつで。和菓子だったらしょっちゅう差し入れしてる。今さらそれぐらいで釣れるか。だからこれまで差し入れたことがないくらいとびきりの上物にするんだよ。ん？それってどんなの。俺が知るかよ。スイーツ探しはお前に任せた。たく言い出したのは海藤さんだろうが。困るんだよね。京都の老舗だかなんだか知らねえが、この町で商売するにはルールを守ってもらわねえと。ですからちゃんと役所には届け出をしています。だからそういうこと言ってんじゃねえんだよ。他にも通すところがあるだろって話。まさかみかじめを払えってことですか。みかじめ。さあ何のことか分かんねえな。ただルールを守れって言ってんの。ああちょっとすいません、通してもらっていいですか。あ、なんだてめえ。兄ちゃん悪いな、今大事な話をしてんだ、後にしてくれ。あの限定の和菓子ってまだあります。いや、てめえ、舐めてんのか。今こっちが話してる最中だっつんだよ。兄ちゃん、こっちが優しく言ってるうちに消えた方が身のためだぞ。そっちこそすぐ消えた方がいいんじゃないですか。
あ？こんな人前でみかじめせびってちゃ通報されちゃうよ。なんなら俺がしよっか。まさか片木には手出さねえだろうと高く食ってやがんな。見くびられたもんだ。ちょうどいい。見せしめにこいつぶっ殺してこの町のルールを教えてやれ。なんだてめえは。今なら警察沙汰にしないで済ませてやるから、さっさとどこかに行きな。くさ。ありがとうございました。あ、いやいや、大したことじゃないです。それより限定の和菓子が欲しいんですけど。すみません、今日はもう完売しちゃってて。売り切れか。くそ、もっと早くから知ってればな。あ、いや、あります、ありますよ。え？一般のお客様用とは別にテレビとかの取材用にいくつかストックがあるんで、それならまだ残ってるはずです。へえ、老舗ともなるとそんなのあるんですね。それ売ってもらえません？ご迷惑をおかけしたお詫びに差し上げますよ。あ、本当に？それじゃ遠慮なく。それじゃあ私はこれで。本当にありがとうございました。あれ、源田先生もういいんですか？ああ、さっき復帰したとこだよ。あ、沙織さん、これ。八神。あ、すいません、俺今ちょっと沙織さんに用が。ああ、こっちが先だ。話がある。え？そこ座れ。星野君から全部聞いた。下手な言い訳するなよ、八神。全部って？新谷の件だ。よせっつったのにお前どっぷり首突っ込んでんだろう。星野君まで巻き込みやがって。前にも言ったがよ、新谷はあれでも俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだった。そのあいつが死んで体中まるで力が入らん。昨日まで何食っても喉を取りやしなかった。この上お前や星野君までやられたらどうなる。そうやって寝込んでるうちにこうも思ったんだよ。こんなんでこの先もカムロ町で弁護士続けられるのかなってさ。でもな、俺が間違ってた。え？弟子を殺されたのに泣き寝入りして何もなかったような顔でいられねえよ。いられるわけがねえ。この町では戦う意志のねえ奴が生き残っていくことはできねえ。カムロ町で生きていく奴らはみんながみんな上見て這い上がろうとしている連中だ。だから他の奴に食い物にされたくなきゃ、強がりでもあったりでもとにかくファイティングポーズを取り続ける。それができなきゃ今すぐ新谷が殺されたこともきれいさっぱり忘れてこの事務所も畳むしかねえ。違うか、八神。お前は本気だよな。本気で新谷の仇取るつもりなんだよな。はい。よし、なら星野君のことも遠慮なく使ってやってくれ。うちも新谷の仇討つまで再三度外視で事件を追う。必ず犯人を突き止める。もちろん俺にもできることがあれば何でもやる。遠慮しないで
何でも言えよ。ありがとうございます、源田先生。ただしこれ以上の犠牲者はなしだ。お前らに万一のことがありゃ、俺もおめおめ生き恥さらすつもりはねえ。もちろん気をつけます。で、手始めにというわけじゃないんですが、俺が今力を借りたいのは沙織さんなんです。沙織くん？美味しかったでしょう。で、折り入って相談があるんだけど。無理です。そこをなんとか。ほら、お菓子全部食べちゃったろ。罠だったんですね。やり方が卑怯です。まあまあ、一日キャバ嬢なんて面白そうじゃねえか。ただその店の店長、なんで沙織くんが気に入ったんだろうな。大丈夫だって。別にナンバーワンになれって言ってるわけじゃないんだし。嫌です。格好さえなんとかすりゃキャバ嬢に見えるって。年だってごまけるの。嫌です。さっきのお菓子気に入ったろ。また買ってくるから。嫌です。これはちょっと無理なんじゃねえか。ええ、まあ実は俺もあの店長のヨタ話を真に受けるのはどうかなって。僕はヨタ話だなんて思いません。一体沙織さんを何だと思ってんですか。いやでも沙織さん嫌がっちゃってるし。それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。ナンバーワンじゃなくてもいいだの、年がごまけるだの、皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。沙織さんなら絶対神室町のナンバーワンにだってなれますですよね、沙織さん。そこまで言われちゃしょうがないですね。え？私やります、神室町のナンバーワン。そう来なくちゃ。じゃあ八神さんはまずドレスを選んであげてください。ヘアメイクもしなきゃ。少しぐらいお金かかっても構いませんよね。お、うん。でも俺が選ぶの。大丈夫、ここは神室町ですよ。キャバ嬢御用達の専門店がありますから、そこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワン取ることじゃ。ハシキが死ぬ前に小野とどんな話をしていたか探るんですよね。そうそう。分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまでついでですよ。それじゃ参りましょう。やっぱりそう来なくっちゃ。ま、よかったじゃねえか。でもうまくいかなかったら後が怖いな。大丈夫、大丈夫以外考えられない。